ティーツヤーノがフリックコレクション所蔵、ティーツヤーノがピッティ宮殿所蔵、ピエトロ・アレティーノはルネサンス期イタリアの作家、詩人。ティータチタと呼ばれた美しい友女で何人もの芸術家のモデルとなった女性を母としてアレッツォの孤児院で生まれる。保護者も友人もなくお祈りができるくらいの教育しか受けなかった。13歳の時に母親から金を盗んでペルージャに逃げ、 ある製本屋の部屋を借りて住む。19歳の時に、ローマの富裕な商人、アゴスティーのキー人に、下男として雇われ、ついで後の教皇ユリウス三世である、サンジョバンニスーキ教の召使いとなる。その屋敷を出て、ロンバルディア地方を放浪しつつ、放浪生活を送った末に、ラベンナでフランチェスコ派の宅発像になりすます。 レオ十世が教皇となるとその取り巻きの芸人となることを目指してローマへ赴き、故障となる。教皇の推薦状をもとにミラノ・ピサボローニャ・フェラーラ・マントバを渡り歩き、文学者としてエステケとゴンツァーが家を後ろ立てとするまでになる。1524年に教皇クレメンス七世へのサンカラウデディ・クレメンテ、セブンという詩を書き、初めての年金を与えられた。 ベネツィアを根拠地として、全イタリアの著名人を、誹謗中傷で攻撃するか、大げさに褒めたたえる詩や書簡を発表することで、その富と名声を築き上げる。被護者として、ジョバンニ・リメディチ、フランソワ一世、新世ローマ皇帝カール五世を数えることができ、教皇ユリウス三世によりサンピエトロの騎士に任命され、 年金だけでも820スクードを受け取る資産家であり、一生涯に使ったお金は10万フランを超えると言われる。アリオストにより、王公の懲らしめの無知、神のごときと形容されたアレティーノは、敵も多く、何度も殺されかけたが、最後は、自宅で卒中で倒れたとも笑いすぎて死んだ、ともされている。文筆家としてのアレティーノは、 抗顔無知で卑劣であると非難され続けていたが、彼は自分の書いたものには必ず署名をし、無条件に公開した。このような態度を指して、歴史家のブルクハルトは、アレティーノを、ジャーナリズムの元祖と評する。当時からそのポルノグラフィックな内容と表現の、放落さで悪評高かった、作品、気まぐれなおしゃべりやいコプリーチジーラギオナメンチがある。 ビータ・ディ・サンタ・カテリーナ・ベルギーナ・イー・マーティレ、1636。ありがとうございます。